今日は2017年12月25日、1時11分ですね。朝日新聞の一面には、南方病に関してですね、公害審査会というのがあったね、不服審か、正確には公害健康被害補償不服審査会という、公害を受けた人が国から、あるいは企業からその公害の内容を認定されなかった時に不服を申し立てられる組織というのがあって、医師や法律家で6人、たった6人しかいないんだね、6人で構成されていて、国会の同意を得て環境省が任命するんですね、環境大臣が任命する。でそれがですよ、それが環境省に対して、採決、不服を申し立てる人の採決に関して自分たちはどうするつもりだっていうのをあらかじめ漏らしてたちの話なんだね、本人抜きにして。この水俣病に関してはですよ、権力と、国家権力と企業がどのように結びついてきたかということがよくわかるよね。本当に企業という、国家権力というのは、国の 役人というのはですよ、企業の側に立って一般国民の側に立っていないということの本当に最たる例ですね。水俣病というのが発覚して、そしてこれが有機水銀、肥料を作っている会社のが垂れ流す水銀によって魚が汚染されて、それを食べた人が、ひどい病気になるわけですよね。その因果関係を最初否定していたんだけど、結局はそれが認められて、で損害賠償をなんとかしろってことで、被害を受けた人たちが補償を求めて裁判を起こす。それで1973年以降に被害を訴える人がどんどん増えたっていうんですね。そしたら窒素はその認定患者への補償で経営危機に陥った。当然ですわね。ところがですよ、国は熊本県を介して窒素に資金を貸し付ける前例のない公的支援に乗り出す。こんなもん会社も潰してしまえばいいのに潰さないんだね。とんでもないことをやった会社なんだから、もうこれは別の会社を他の人が作ることに期待して、潰してしまうというのは、これが自由競争の原則じゃないのかね。経営危機にて、それをですよ、国が前例のない支援、経済的な支援をやってそれを生き残らせようとするということ自体が、なんでそんなことをするんかね。そんなことをしなきゃいけないようなしがらみというのが、窒素という大企業と役人や政治家との間にあったんかね、疑わざるを得ないよね。まずこういうところが非常に不当ですよね。そして認定基準を厳格化するってんだね。だから水俣病だっていうふうに訴えてきた人を調べるんだけども、お前は水俣病じゃないというふうに突っぱねる、そういうふうなことが多くなっていった。で国がですよ、企業の側に立って本当はちゃんと保証して面倒を見てやらなければいけない水俣病の被害者ですよ、この人たちを切り捨てていった、そういうことが近年確認された窒素の資料で判明した。で認定されなかった人たちは裁判を起こして、国の基準を問うたんですけど、結局裁判所はそれを認める例の方が相次いだんですね。これは国は認めなきゃいけないよ、これはどう見たって水俣病だよ、認めなさいっていうのは判決がいっぱい出た。
それでも国は基準にこだわり、もう勝手に基準というのを作って、それにこだわって、お前は水俣病とは認められないというふうに患者を切り捨てて生き続けました。そういう政治決着を、定額の金を渡すことで一時金を払うという方法で政治決着を続けてきたんですね。それでこの不服を申し立てる審査会というのができたんだけども、この審査会というのが6人の医者とか弁護士とかでできてるつんだけども、これがまあいい加減なもんで、今年6月までに354件の採決を出した、不服申し立てというのがあったんだけども、354件に関して不服審査をやって採決を出して、このうち334件は棄却、要するに350の中の20件だけ、不服を認めて、 あんたの言う通り、あなたは水俣病ですというのを認めて、残りは私を水俣病としか考えられないから認めてくださいって不服申し立ててもですよ、だから30分の2だね、だから15人に1人しかですよ、15人に1人しか水俣病と認めないで、残りの10人は国や企業の側に立って、お前は水俣病じゃないんだって切り捨てたっていう話ですわね。何をか言わんやですわね。もういかにこの審査会、不服審っていうんですか、不服審っていうのがいい加減なもんかっていうことわかるわね。で、私は思うんだけど、こういうね、委員会みたいなもの、警察審査会っていうのもありますし、教育委員会とかいう、こういう一定権限を持った公の組織というものはね、本来はですよ、私はね、お役人がお前なれやっていうふうに言うんじゃなくて、もっと公的にね、まあ、一番きちんとしたのは選挙みたいなものを通じて国民が選んでいくような仕組みにしないとですよ、常に権力側、企業側、行政側に立った判断をしてしまうというのが私はあると思うよね。教育委員会だっていじめ自殺が起きるたんびに学校の側に立ってですよ、権力の側に立ってないことにしてしまおうとする、隠してしまおうとする、もう繰り返し繰り返しそれがされてますよね。で、教育委員会誰が選ぶかっちゃ、国民みんなが選挙で選ぶんじゃなくて、確か市長だかなんだかが選んで任命して、それをまあ議会でまあ認めるんだけど、議会がしっかりしてないよね、そういう意味じゃね。だからもっとね、直接的に国民が納得するような選び方、大体誰がどういう経過で選ばれたかっていうのも、こういう検察審査会にしても、この不服審にしてもですよ、教育委員会にしても、選ばれる経過を知らないやね。そういう結果、こういう人たちは常に権力側に立った振る舞いをしてですよ、一般国民がそのために辛い思い、苦しい思いをする。350人も私は水俣病だから認めてください、調べてくださいって言って、たった2人しか、14人ですか、その15人に1人ぐらいの割合でしか認められないってのは、これおかしいよね。まあそういうことがいっぱいあるってことですよね。こういう仕組みはやっぱり変えていかなきゃいけないだろう、そういうふうに思います。まあ検察審査会っていうのがあって、検察が事件をちゃんと審査しなかったということで不服を申し立てて、ある事件があって、それに対して、検察審査会が調べて、これは事件だから調べなさいというふうに命令することができる組織があるんですけど、まあ、私の経験ではですよ、この検察審査会 もうちゃんとやってない。沖電機が談合をやって、その談合をやった事実というのは、警察がですよ、やった人たちを取り調べして、供述調書のがいっぱいあってですよ、その中で談合をやってるってことを認めてて、もう紛れもない事実にもかかわらず、警察はそれを事件として扱わない、検察も起訴しない、闇から闇に葬りされてしまった。ところが
大分の市民オンブズマンの人たちが、これは大分県の湯布院で起きた談合事件ですけども、それを不服として民事裁判を起こしてですよ、裁判所がこれは明らかに談合があったんだから沖電機は損害賠償金払いなさい、市はちゃんとそれを取り立てなきゃダメですよっていう判決を出して認められたんだよね。にもかかわらず検察は何もしないから、私は検察審査会にそれを不服としてですね、検察審査会に出したら、検察審査会は 何か不起訴にしたという事実がないので事件として認められませんって、わけわかんないこと言うんだよね。検察審査会というのは検察の中で、検察庁の中で事件として扱うか扱わないか審議して、それでその結果として不起訴にしましたという事実がないとそれを審査しないんですという不思議な言い訳をしてですよ、事件があったことは確かなんだから、それを検察が調べないのおかしいでしょって、警察がこんだけやってるのを検察が知らないわけないでしょっていうふうな言い立てにはですよ、答えないんだよね。事件として扱わなかったことは不当ではない、検察審査会というのは検察庁が起訴するかしないか審議したものについて考えるんであって、事件を事件として扱わなかったことは関係ないんだ。一般の国民が、ああなるほどそうですか、それは正しい判断ですよねっていうもんじゃないよね。そういうことを検察審査会がやったという事実はあるということですよ。まあ一時が万事、お役人、それからお役人のもとで作られたこういう委員会みたいなものっていうのが非常になんか意味不明なあやふやなものであるということは我々は知っておかないと自分たちがひどい目に遭うというふうに思います。ということで今日これくらい。